はい、語り部の藤田信和です。今回は北勢町新町の八田鉱山についてご紹介いたします。八田鉱山は北勢町の旧八田村の西部にあり、南高知山、田志田山、野尻山、君ヶ畑山の4つの山を総称して八田鉱山と呼び、銀や銅を産出していました。昭和28年に編集された八田村史によりますと、慶長6年1601年八田郷が天領となり、岡田正元の下で鉱脈から採掘されたとあります。寛永7年1630年には新町には陣屋が置かれ、伊豆金山からこの地に河合助左衛門が大官の山奉行として駐在し、1726年には加納藩の所領に置かれました。元禄年間の最盛期には約600人の人々が鉱山に従事し、数年の間で12万貫約200トンもの銅が産出されたという記録が残っています。北勢最大の八田鉱山が繁栄したその時代に、兵庫県川辺町の多田銀銅山から移住した人々が中心となり、古大寺とした新町甘露寺には当時八田鉱山で産出した銅を元に作られた文章があります。またマブを掘り抜き坑道から水を排出する技術は灌漑用のマンボとして利用されてきました。新町神社の入り口には鉱山で使用されていた石臼が現在も残されています。先人たちが優れた知識と高度な技術を集結して作られたものが私たちの身の回りにはたくさん残されております。皆さんも新たな発見にぜひ挑戦してみてください。